皆さん、こんにちは。ハゼ太郎ラジオの時間が始まりました。パフパフ。またまた、株のお話ですね。来ましたね。日経暴落、二番底、来たんじゃないですか。いや、やっと下がってくれましたね。いや、ちょっと欲しい株あります。っていうか、ちょっとローテーションして、もうちょっと買っちゃいましたね。いや、早かったと思います。ちょっと早いと思います。もうちょっと下がってから買った方がいいと思います。でもまあ、配当をもらいながら、もう20年は売らないつもりで持つんで、絶対20年持てたら勝ちでしょう。はい。欲しい株、トヨタ通商と三井物産、これずっと欲しかったんですよね。でちょっとローテーションして、ちょっと早いかもしれないです。もうちょっと待ったらもうちょっと安く買えると思います。でも私はちょっともう買っちゃいましたね。まあ下がるかもわかんないし、まあでも下がもっともっと下がった時にもう一回買うぐらいの気持ちで買いました。はい。トヨタ通商はね、配当がね、100円。だから100株単位なんで1万円。三井物産も同じです。100円。年間配当。だから100株単位で1万円です。これでもだって、今2500円。なんで、もう20年持ったら。20年持ったら。絶対20年持つことができたら、これは勝ちでしょう。なかなかね、20年が持てないですけど。まあ、プラスになったらなったらで売ったらいいでしょう。はい。欲しいとこ。ちょっとね、強い銘柄ずっと欲しかったんです。だから、JR 九州、かなり、利が乗ってたので、そこを売って、で、ちょっと米国株も、アマゾンとか、NVIDIA、テスラ、まあ、アマゾンも結構ね、安いとこで買った、のがちょっと結構利が乗ってたんで、もうそこ畳んで、トヨタ通商、三井物産、買いました。はい。まあ、これはね、もうずっと、もう私はね、10年、20年持っていきたいな。まあ、言いながら九州、JR 九州売っちゃいましたけどね。はい。まあ、自分が売ったより、まだまだ JR 九州伸びそうですね。でもまあ、こればっかりはわかんないんでね、もうやっぱり利が乗ったら、売るっていうのもやっぱり、大事なことです。やっぱり結局下がってきちゃって、その時にやっぱりもう売っちゃうとか言うんだったら、もう高いところで、もういっそもっと上がるかもしれないけど、えらい、これぐらい入りが乗ったんだっていうところで、売るっていう決断も大切なんです。はい。これでね、後からどんどん上がってたら、めちゃくちゃ悔しいですけど、それはそれでいいんです。利益が出てるんですから。そうなんです。利益が出たらいいんです、売って。ね。そうなんですよ。で、あともう一個欲しいのがやっぱりスバルですね。スバルはね、もうちょっと下がるんじゃないかなーって。今なんかなんか下がってきてるでしょ。え、為替がなんか、で、為替の影響でなんか売られてるみたいな。だからもうちょっと待ちます、スバルは。2200円ぐらいまで待ったら欲しいなって。って思ってます。スバルはもうちょっと待ちます。でも、はい、ローテーションしました。またね、年末ぐらいにどれぐらいの利益が出たのか、どれぐらいの配当が
配当を、ポートフォリオを組んでるかとかも、ちょっとご紹介して いけたらなっていう、はい、思うんですけれども、まあ、まだ全然ね、もっともっと配当を、もらえる株を集めて、配当をいっぱいもらえるように組んでいきたいなと考えております。やっぱりね、これ今人生100年時代と言われてます今。で、2025年問題っていう、やっぱりね、なんか高齢化社会になって若者が少ないみたいな、だからどん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 税金が上がっていってっていうね、やっぱそれでどうやってやっぱりね、なんかやっぱりまあまあ別に不安、まあ不安がないって言ったら嘘ですけどね、やっぱりどうやっぱりね、いろんな工夫をして、いろいろね、やっぱそういうイデコだったり、まあ投資信託だったり、いろいろね、なんかそういうのを工夫してしていかないと、なかなかね、これから厳しいのかなと、はい。まあ、でもまあ、ただの雑談ですけどね、これは。雑談、まあまあ、なんか、まっとうなこと言ってますけど、ただの株が好きなだけで、株が好きなだけなんです、はい。ただの雑談。今なんかまっとうなことを言おうとしましたね。まっとうなことを言おうとしてるんですけど、はい。まあでもなんかそういうことをやっぱ聞くとね、なんか、ああ、そうかと、はい。いろいろまあ、うん。まあそういう、ね、まあ株が好きなんで、ちょっとまあそういう、まあ参考にならないですけどね。まあ、はい。まあもっと下げたら、でもトヨタ通商三井物産はね、やっぱりはい、やっぱりね、日本株もうグロースとかはもう絶対私は買わないですね。失敗してるんでちゃんとした企業ですね。ちゃんとしたでかい企業っていうのは、本当に、そういうところを買っていったら、うん、まあまあ、ほぼほぼ大丈夫かなっていうところはあります。はい。あ、誰？あ、カッパくん？はい。ちょっと、ハゼ太郎ラジオしてるから。では、カッパくんが来たので、では、さようなら。さようなら。バイバイ。バイバイ。